サムライボーズでございます。今回なんですけれども、とうとうですね、チリのビザが降りました。ありがとうございます。ということで今から領事館に参ります。一旦やっていきましょう。はい、ここにこれからやっていきます。はい、ででーん、ビザゲットまでーす。3、2、1、9、やっと降りたー。ここに来るまでだいぶかかりましたよ。最後の日もだいたい 4,50 分かかりました。はい、長かったです。6月の後半に かけて帰ってですね、でそこから猛スピードで準備をしまして、犯罪経歴証明書だったり証明写真とかアプリケーションフォームだったり、なんで行きたいのかっていうのを400文字ぐらいで示したりですね、で犯罪経歴証明書に至っては1回申請しに行って、もう1週間後にもう1回行かなきゃいけないみたいなね、そういう感じのプロセスがたくさんあったので結構大変だったんですよ。でプラスその書類ができた後にまた面接があるんですよね。なんで行きたいのかという面接とかがあるので、全部のプロセスが終わったのがだいたい1ヶ月ぐらいかなって感じです。その面接終わってからまた3週間後1ヶ月後に連絡してくださいって言われたので連絡したところ、チリの向こう側でちょっとなんかシステムのトラブルみたいなね、そっからまたね 3,4 週間また待ってですね、でその間やっぱり飛行機買えないじゃないですか。飛行機のねチケット危うくね買えないので、まだ出ませんかまだ出ませんかって毎週電話してたんですね。毎週電話してとうとう2週間前くらい電話した時に、あ出ましたよと、なんでお前から電話してこないんかみたいな思いましたけども、電話切った後にもう速攻航空券を購入しまして、チリ行きをゲットしました。でチリのねパタゴニアだったりいろんなね自然があるところをずっと回っていくってとともにですね、南米、昔行った南米のアマゾン川までね僕は行きたいと思っておりますのでね、面白い動画が撮れたらと思いますので、南米が大好きな方、そしてサスライボーズのこれからの旅が気になる方、ね、もう何でもいいですよ。とりあえずいいです。チャンネル登録お願いします。それではね、チリ編に行きます、サスライボーズ。飛びます。はい、ということでですね、今から行ってまいります。See ya!